ネクトリドモクは石炭気候期からペルム期前期に北米とヨーロッパ、北アフリカに生息していたソラシア港に属する水星の絶滅量生類のグループ。全長は多くは10から50センチメートル程度。例外的にディプロカウルスだけが1メートルに達していた。外見は原生の水小海芽に非常に類似し、小さな獅子と比較的短い胴。 縦に平たい泳ぎに適した長い尾を持つ。椎骨は血脚目と同じく下骨中心が一つしかない前 C 型と言われるもので15から26個あった。お椎骨は非常に特徴的で神経弓と血管弓が拡張して対称型になり相当の斧の頭のような形になっている。これによって尾は強力なヒレ状になり、 高い遊泳力を得たと思われる。頭骨はソラシー野の中では最も名場野光に、近く、初期の種では、墨ウ目とよく似ていたが、後期になると、分子埋めのように扁平化し、可動関節を失い、郊外に空間が発達するようになった。これは平行進化の結果と考えられている。細竜目、血脚目と一緒にソラシー野に分類されているが、 実際に進化上の禁煙関係があるのか、単に体が小さいことから来る平行進化の結果なのかは、はっきりしない。かつては外見上の類似から、原生両生類の優美目の祖先であると考える説もあったが、最近では力を持っていない。ありがとうございます。